あ、次行った。久しぶり。お久しぶりです。矢吹奈子です。かわいい。うれしい。ありがとうございます。こんな貴重なお時間をいただいて、いや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 、こちらこそありがとう。なんか今不思議な気持ちです。うん、不思議。めっちゃ久しぶりやしな。はい、めちゃくちゃ。もう私日本に帰ってきてから2年ぐらい経ったので、はい、うんうん、最後に会ったのも私が2年ぶりぐらいかな。はい、2年ぶりとかですね。なんか一回そのお話する機会があった時に、私緊張しすぎてもうあの時の記憶ほぼないです。え、でも全然緊張してない感あったけど。あ、本当ですか。めちゃくちゃ緊張してました。でもあの日本でやられてたコンサートも見させてもらって、あー、ありがとう。かっこよかったです。かわいくてかっこよかった。ジオもめちゃめちゃ応援してる。嬉しいです。ありがとうございます。なんか日本で結構その韓国のメイクアップアーティストさんの動画が流行ってるというか、 YouTube とかでその先生にしてもらいに行かれる方とか、あ、見た見た見た、いっぱいなんかみんなやってありますよね、うん、ああいうの見ながら勉強しました私も。すごい尊敬する。自分でできへんから。もうしなくて可愛いです。いやいやいや、しなくても可愛いです。じゃあ続いての質問。はい、うん、私におすすめのウォンジョンヨのメイクアイテムは何ですか。これは、はい、多分これ最近出てたやつかな。めっちゃすごいキラキラで、はい、なんかこう昨日なんか撮影する時もこれ使ったんやけど、はい、めちゃめちゃもう目がこうなる。多分なこちゃんも目大きいからめちゃめちゃおすすめ。絶対似合うと思う。これはあのワンジョンヨとシピシピってところとコラボみたいな感じで出たラインかな。ダイヤモンドライナーって書いてある。ダイヤモンドライナー、そう、ラメですかね。めっちゃそう、ラメ。え、もしかして私今日使ったかもしれないです。嘘、ピンクのやつです。確かにキラキラしてる。この目の下に塗ったんですよ。しかもその、多分そのカラーです。すごい似合ってる。え、すごい、嬉しい。運命や、運命。やった、嬉しいです。似合ってる。かわいい。やった。もっとめっちゃかわいい。いっぱいつけよう。出ました。自分でやったんがほんまにすごすぎるんで。そんな褒めていただいて嬉しいです。じゃあ、あの最後に私からのお願いなんですけど、うん、スクショタイムを設けてもいいですか。いいよ、もちろん。やった、ツーショット。何する、ツーショットだけど。お願いします。何しますか。でもこうでもいいなんか。でもそうか、下になっちゃうのか。あ、それか私がこうするか。かわいい。暗いかな私。どうしよう。あ、でこうしよう。あ、いい感じ。はい、チーズ。ピースもお願いします。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと短かったけど。